さて、そんじゃとどめておくか。あばらいレンジ、てめえを殺した男の名だ。よろしく。なんだてめえは。黒崎一護、お前を倒す男だ。よろしく。俺たち本物には傷一つだってつけられやしねえ。おっとアリ、話の途中だったけどよ、あんまり隙だらけだったもんでつい手が出ちまった。続き聞かせてくれよ。その黒崎一護とかいう子供、見た顔だと思ったら先日隠密軌道から報告が入っていた。メノスグランデに立ち傷を負わせ、ウェコムンドへ帰らせた。やってらんねえな。最近は隠密軌道の質も落ちたもんだ。こんな奴がメノスグランデに傷を負わせた？そんな話信じられるわけがねえ。この俺と対等に戦おうなんて2000年早えよ。ザビマル、悪いなガキ。これが力の差ってやつだ。残髪刀は持つ者の霊力によって大きさも姿も変わってゆく。そんじゃ一丁景気よく派手に切り合って死んでくれや。えれえ動きが鈍くなったじゃねえかよ、急によ。ちょこまかと逃げんのうめえな。おおい、呪いな、倒れることさえ。脈や兄様。